画面の右下に字幕を設定できるボタンがありますので、字幕をオンにしておくと分かりやすいかと思います。チャンネル登録をするとですね、動画の更新情報が届きますので、評価とともにぜひお願いいたします。はい、では動画の方どうぞ。はい、ここでは寿司の握り方について説明をしていきます。まずは手酢と呼ばれる薄めたお酢を作ります。これは手になじませることでシャリ、酢飯が手につかなくなります。その他殺菌抗菌効果やシャリの味を損なわないために使います。手酢、わさび、おひつ、白い布巾、ネタ、盛り皿をまな板周りに準備しましょう。布巾で軽く手を拭いてから指先に手酢をつけ、指の間までしっかりとなじませましょう。手酢が少ないとシャリがくっつきますが、多すぎてもシャリがまとまりにくくなります。適度な量をなじませましょう。指先でおひつの中のシャリを取り、手の中で丸め、シャリ玉と呼ばれるボールを作ります。用途によってグラム数は変わりますが、一般的には16グラム前後のものが多いです。ここでは江戸前寿司の職人が多く使う横返しと呼ばれる手法について説明していきます。ネタのコバ部分を裏返しにし、左手の第二関節と付け根の位置に置きます。中央にわさびを塗り、シャリを置きます。シャリの置く位置または握る時の位置は中指と薬指の第二関節と付け根の間に置きます。この位置は左手の指先がしっかり曲がるため、寿司の側面が抑えられる基本の位置となります。では握っていきましょう。シャリを置いたら1手目でシャリの上下を押さえ、左手の親指で空気穴を開けます。2手目で人差し指を添え、さらに人差し指を軽く握り込みます。人差し指を左手でシャリが崩れない程度に握り込むことで、ネタとシャリがしっかりとくっつきます。3手目で左手の指先を揃え、右手の中指で寿司を払うように指先の方に返します。寿司が落ちないように中指はそのまま壁として支え、親指と中指で寿司の側面を押さえながら元の位置に戻します。4手目で左手の親指をネタの下に潜らせ、人差し指を寿司の上部に添えたら、左手の指先を握り、手首を落としながら左手の親指で底部を締め込みます。5手目で寿司を時計回りに180度回転させ、6手目で左手の指先を揃え、しっかり伸ばしたら親指と中指で寿司を上から包み込むように両サイドの指の腹で締め込みます。寿司の先端を持ち上げ、左手の親指を潜り込ませたら、7手目で人差し指を添え、左手の指先で側面を握り、手首を落としながら親指で底部を握ります。これで基本の握り方、横返し7手で作った握りは完成です。それでは正面から握る感じを見ながらポイントを説明していきます。まずは握る前におひつの中のシャリを返し、ほぐしながら空気を入れてあげましょう。動画では白い布巾を兼用していますが、シャリ専用の布巾があると望ましいです。手酢をしっかりと手になじませ、指先の先端を揃えてシャリをつかみましょう。取りやすいところから取れば構いませんが、この時に手のひらに包んだ感覚でグラム数を感じ取ります。ここは人により手の大きさは変わりますので、理屈ではなく握る感覚の練習が必要となります。シャリをつかんだらシャリの大きさを感じ取り、大きければ指先で切り取り、重さを調整しましょう。次に指先を使いながらシャリを丸くまとめていきます。最初は見ながらでも構いませんが、手の腹を下に向けた方が指先が自由に使えるため、シャリ玉が作りやすく、シャリを調整にて切り捨てる動作もお客様から見えにくくなります。寿司を握るスピードはシャリをつかむスピードと比例します。1つ3秒以内にシャリがまとまるのが理想のスピードです。ネタの取り方はいろいろありますが、基本は小刃を上にし、並べた切り付けに対し人差し指の付け根と親指でネタをつかみます。必ず第二関節と付け根の間にネタを置きましょう。次に人差し指につけたわさびを塗り、シャリを置いてあげます。左手の親指で空気穴を開けますが、この時にシャリが上下に飛び出ないように右手の親指と人差し指で押さえてあげます。次に人差し指を添えますが、この時左手でシャリが崩れない程度に人差し指を握り込みましょう。しかし握り込みが甘いと次の工程で寿司が返りにくくなります。左手の指先を揃えて伸ばし、少し傾けながら中指で寿司を払い、そのまま中指と親指で両サイドを締めながら元の位置に戻します。寿司の先端を持ち上げ、
親指を潜り込ませます。寿司の上部に人差し指を添えると同時に左手の指先で側面を握り込みましょう。この時シャリの底部を左手の親指で締め込むこともポイントです。寿司を返しネタがずれないように左手の親指を添えます。左手の指先を揃えて伸ばし右手の親指と中指でネタを包み込みましょう。この時のポイントはネタの両サイドを引っ張り込みながらシャリを包むイメージです。寿司の形はこの6手目でほとんどの形が仕上がります。ネタで包み込みながら底部のシャリを指の腹でしっかりと締めてあげましょう。寿司の先端を持ち上げ親指を潜り込ませます。人差し指が寿司の上部を、左手の指先と腹が側面を、第二関節と付け根が底部を囲む感じになります。この時のポイントは人差し指は添えるだけ。左手の手首を返しながら親指で底部を締め込みます。ネタを取ると分かりやすいですが、シャリの理想の形は船型または扇形と呼ばれ、両サイドが斜めに締められていた方が寿司のバランスが良くなります。上から見ても側面は綺麗なトンネル型になるように、上部は丸く側面は均等に締め込まれているのが理想です。綺麗な寿司を握るためには両サイドを締める時がポイントです。両サイドをネタで締め込むことでシャリは前後と上に逃げます。しかし上に逃げたシャリはネタが壁になり、シャリがネタに並ぶことで自然なカーブが出来上がります。カーブしすぎても握りのバランスが良くないため、寿司のてっぺんだけを人差し指で鳴らします。別の角度から見てみましょう。1手目で作った空気穴があることで口の中でシャリがほぐれやすく、時間が経っても食べやすい握りが出来上がります。その他寿司を握るときに力はほとんどいりません。寿司を握るときは形を整えるイメージで作りましょう。生徒がよく失敗するポイントは、綺麗なシャリ玉ができていない、2手目でシャリ玉を潰しすぎている、または左手の握り込みが甘く次の工程で寿司が返りにくい、4手目で人差し指を寿司の上部に添えますが、この時寿司の底部に対して垂直に人差し指が添えられていない場合、握った寿司が転がってしまうバランスの悪い寿司になります。その他6手目は右手の指先の腹で締めます。この時に人差し指が中指と合わさっていると寿司の形が変形してしまいます。そのため中指と親指のみで寿司のサイドを締め込むようにしましょう。原則7手で握ってあげることが理想ですが、慣れてきたら徐々に手数を減らすことで握りのスピードはアップします。逆に7手で綺麗な寿司ができなかった場合は5、6、7手を再度行い寿司の形を整えます。もちろんスピードは遅くなり握りも硬いものになってしまいます。江戸前の寿司職人さんの場合は5、6割がこちらの横返しまたは小手返しと呼ばれる握り方を使います。3割前後の職人さんが縦返しまたは仏壇返しと呼ばれる握り方を行い、高級店などでは本手返しと呼ばれる握り方を使用する人もいます。一般的にはこの3種類の握り方が有名ですが、ここでは基本の握り方とし横返しの握り方を説明させていただきました。その他の握り方は別動画を参照してください。それでは最後に手順を追って握り方を確認していきましょう。最後にこの動画の説明文を見てもらうと、東京寿司アカデミーのホームページや体験レッスン、海外求人や寿司に関しての情報を発信するメルマガ等のリンクがございます。ぜひ合わせてご覧ください。その他チャンネル登録、その他 SNS サイトにもこちらの動画とともにいいねをしていただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。